はいどうもキラです。今回は大決戦白黒特殊装甲のインセインを2部隊でクリアした動画を紹介しようと思います。まあ、普通に1部隊でクリアできるんですけど、正直会心のお祈りがひどかったり、持っていないキャラが多くて再現できないという方もいらっしゃると思うので、なるべく簡単にクリアできないかなというので、今回は動画を紹介していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずクリア編成ですが、1部隊目はこちらになります。白の爆弾のランダム性がかなりめんどくさいので、アスナとイズナでひたすら避けて攻撃をしていきます。火力はイズナで十分出ますし、白子で防御ダウンもかけてダメージも出していけば、これだけのメンバーでも余裕で倒せます。アカネは基本的に放置で、サブスキルで神秘タイプの攻撃力アップで使ってます。ただコストが余った時とかは使いますね。基本的にはイズナとアスナのスキルを使って敵の攻撃を避けつつ、白子のスキルで防御力を下げていく感じになります。そして2部隊目はこちら。イズナを安全地帯に置いて、アコとヒマイでバフをかけてノーマルスキルでダメージを出していきます。イズナのノーマルスキルは攻撃速度に依存しますので、地夏で攻撃速度を上げてあげます。地夏をこの位置に置いておくと、育成が微妙でもしばらく生存できますのでおすすめです。ちなみに1部隊目も2部隊目 もうメンバーめちゃくちゃ制限して戦ってるんですけど、これでもクリアできるっていう話なんで、残りの編成枠もやられる前提で埋めておいた方がコストも稼げて強いです。最初に一発だけ強い一撃を当ててから退場してもいいですしね。まあ、そのあたりは各々やってみてください。それでは実戦編の方で解説していきます。はい、それでは解説していきます。まずはイズナの移動のスキルを使うんですが、できればイズナはリロードのアイコンが出たら移動するようにしましょう。その方がリロードの時間が短縮できてお得です。最初は白の横に移動します。でこの爆弾がアスナに被っていたらアスナも移動しましょう。で被ってなかったらコストがもったいないので白子を使います。で基本的にかわすのはこのレーンですね。このレーンにいないと玉転がしでやられてしまいます。はい、やることはもう単純なんですけど、爆弾がかぶっていたらかわす、もうそれだけです。でその際にアスナもイズナもノーマルスキルで火力を出していくので、ノーマルスキルの発動を邪魔しないように気をつけてください。もう本当にそれだけです。でコストが余りそうな時はチロコをメインで使っていって、それでも溢れそうだったらアカネを使いましょう。白が1回移動した後は真ん中のレーンが安全地帯になりますので、移動する際はこの真ん中のレーンをはみ出さないように移動をしましょう。はい、でまた移動しまして、ここで仕留まらないとこのレーンとこのレーンですね、手前2つのレーンが玉転がしの対象になってしまいます。なので爆弾を2回投げてきた後にまだ生き残ってるようだったら、こっちのレーンに逃げなきゃいけないんで、それだけご注意ください。動画ではそれが来るまでに倒せてます。
私の気持ちを受け取ってくださいませ。覚悟しなさい。ま、手裏剣かわしてみせます。大物が私の気持ちを受け取って、はい、倒したらここでギブアップをして終わりになります。2部隊目に行きましょう。はい、それでは2部隊目の解説になります。はい、初手でイズナの移動を使います。で、イズナはですね、この丸の中心のちょい手前ぐらいですかね。で、このコーヒーカップの範囲ギリギリ当たるぐらいに見えるところに、カーソルを合わせて移動をすると、その後ずっとアンチになります。移動が終わりましたら、地夏の EX でイズナの攻撃速度を上げます。はい、でですね、イズナの攻撃速度が異次元の速度になってますので、ノーマルスキルがかなり速い速度で出てきます。なので、このようにノーマルスキルの表示が出て、その瞬時にアコとヒマリをかけることで、ノーマルスキル2回分アコとヒマリを使うことができます。ノーマルスキルの表示が出た時にコストが6溜まっているようだったら、アコとヒマリをかけてあげましょう。そして地夏のスキルを今使って、イズナの速度を上げて自分にバリアを張ったんですけど、これが地夏にどうしても当たっちゃうんですね。なので、このバリアで防御をします。で、育成が結構進んでいるためか、これで落ちることはなかったです。あとは同じことの繰り返しですね。はい、こんな感じで終了になります。運の要素ほとんどなくなりますので、もうとにかくストレスをかけずにクリアをしたいという方はおすすめの編成になります。で、もちろんね、4人編成とかでやってるんですけど、フルメンバーにして最初コストを稼ぎ出したり、強力なスキルを1回だけ使って退場してもらったりというのも全然ありなので、わざわざ4人でやる必要はありません。皆さんなりにアレンジして使ってみてください。ということで、今回はこの辺で。いつも高評価やコメント、動画の共有での拡散ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。